ユンカースジュ160ユンカースジュ160は、ドイツの単発低翼単用6座の旅客機である。本機は、ジュ60を元にして、ハインケル HE70 や、ロッキード L-9 オライオンと同じ、高速旅客機の市場を目指して開発された。1935年に、ドイチエルフとハンザ航空が21機の運用を開始し、第二次世界大戦の勃発まで運行を続けた。 ジュ160の元となった初期のジュ60は、ハインケル HE70 に対抗するには、速度が不足しており、1933年から1936年の期間にわずか3機が、ルフトハンザ航空で使用されるに止まった。ジュ160は、空力的に洗練された形態となり、より強力なエンジンを装備したことにより、約時速 72km の速度向上を実現した。 160や当時のユンカース社の伝統に乗っ取り自160は、型持ち式の低翼形式の設計で、主翼は2本のジュラルミン製交換桁を持ち、ジュラルミン製外皮で覆ったものであった。初期の頃ユンカース製航空機は、全面平滑な外皮を使用していたが、160は、伝統的な波状外皮の翼表面以外の胴体に、平滑な外皮を使用していた。 1160での性能向上はこの外皮の変更による部分もあった。主翼の翼平面型も前縁のみにテーパーが付けられた。公園には通常のユンカース機同様にエルロン機能付きの主翼全幅にわたる可動式フラップのダブルウィングを備えていた。その他の空力的改善点は胴体のラインにうまく一体化したコックピット部と 主翼仮面に内側に引き込まれ収納時には車輪が完全に格納されるように抜本的見直しが図られた膠着装置であった。160の膠着装置はダグラス DC-3、風の引き込み方式で収納時にも車輪の一部が露出していた。エンジンは4 9 0ットの BMW132E 製型エンジンを使用することで出力が10%。 増強されていた。6名の乗客の座席配置は、前向き2列と後ろ向きが1列であり、パイロットと無線士の乗員2名は、閉鎖式コックピットに、ダンデムで座った。試作初号機である 10160V1、D アナーは製造中の1060から改装され、1934年1月に、初飛行を行った。ルフトハンザ航空がこの機体を試験し、幅広くなった、翼 幅を狭くされた方向だ。オリン王位の追加、ドアの紹介量といった、いくつかの改良を施されて、最終型の試作機となった。この民間型としての最初の試作機は、1160A-0 と命名された。試作2号機の部位には、軍用機型であった。試作機を含め47機の1160が、生産された。主要な商業運航会社である。 ルフトハンザ航空は21機を受領し、1935年中には国内13路線に就航させた。ベルリンとウィーン間の高速路線には1941年まで収益し続けた。21機中の1機は当初ルフトハンザ航空の子会社であるオイラジア航空で運航された。しかしこの機体は上海で墜落し、ドイツに引き上げられて修理された後は、 ルフトハンザ航空に戻された。ルフトハンザ航空の最初の11機は1935年に登録された 1160A-0 型で、1936年に10機の D-0 型が続いた。この D-0 型は、コックピットの窓が大きくなり、乗員の快適性が向上していた。ベーザー航空は、元ルフトハンザ航空所有の機体を1機使用した。2機が、 満州の民間機として登録されていたが、一機は当初、ドイツで登録されていたもので、別の一機は直接売却されたものであった。ドイツ航空研究所は4機の1160を運用した。別に5機がトラフェミュンでの航空研究所で運用された。残りの機体は、ほとんどが、軍用型であった。ドイツに残存していた、1160の民間機のほとんどが後に、 ドイツ空軍の軍事任務用に挑発された。満州の機体は日本で最後を迎えた。出展、ジャーマンエアクラフトオブザ・セカンド・ワールドを所原性能。ありがとうございます。